耳。ほいほい、皆さん、おかえりなさーん。おかえりなさーん。はいはい、毎週月曜日から金曜日まで、ここ茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしております、キャンミュー TV。私、司会の牛久がです。地域を一つの大きな家族がモットーのキャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。どうしたいの紹介。スーパーサブちゃんヒデです。よろしくお願いします。スーパーサブちゃんで出したよこっち、はい、スーパーサブちゃんで出しましたね、はい、スーパーサブちゃんですから、はい、よろしくお願いします、はい、今日はね、ユーゴンが、そうそうそう、そうなんでしょ、なぜかいないっていうね、うん、どうしたのユーゴン。いや、わかんないですわかんないってどういうことよ。事前に連絡あったんですけど、なんで休みなのかちょっとよくわかんな い、はいはい、いや今日はいないので残念。はい、私、チャンミヨとソヒデちゃん、はい、よろしくお願いしま す。でね、ちなみに今日はね、おいよ、いつもとね、まあ景色が違うと思うんですね、スポンサーさんボードがないというね、うん、あー、そっか、としてはこう、あいちゃんだったいつもよりも長めにスポンサーさんを紹介したいと思います。はい、じゃあ今日と明日はカラオケインクから、放送しますチャンネル TV でございます。はい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 、はい、よろしくお願いします。観覧はできませんなので見るとしたらチャンネル TV のこの画面の中の映像を、うん、中の映像を待つんでしょうね、まあ、クラブチャンミオみたいな感じで、そうだね、今日はうん、お届けしていこうかなってしっとり思ってるんで、しっとり、はい、なんかしっとりいくの私はねやりにくいわ片方しっとりでこっちバカみたいで、うん、じゃおかしいでしょそれ。いいんじゃない、いいか、よくない、いや、まあ、いいや、昭和の香り漂うこのカラオケインって元いいのクラブチャンミオに、はい、ようこそ、ようこそ、はい、というわけでね、本日は、うん、ようこいしょ、9月の15日の火曜日、第792回目のチャンミュー TV、はいはい、残すところあと8回で、おうおう、800回でございます。おそうですね、イエイ、800回イエイ、イエイ、なのでね、800回は別にそんなに盛大に祝うことはないんですけど、なんなんだよそれ、なんだよ、盛大ではないんですけど、あのね、うん、誰になるのかお楽しみということでございます、はい、まあ、そのわけで始まりましたチャンミュー TV ですけども、うん、コメントは今日来てないのかな皆さんからのコメント、なんだろう、寂しい、スーパーサブちゃんなのに、あ、ごめん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 、寂しい、待ってます、いつものだから、いつものだからということは、あの方かなマジで久々に読むタカちゃんおかえりなさ なさい、チャンミューヒデちゃんだった、今日は残業なかったから家で見てるよ、ありがとう、久しぶりに読めた、はい、いいですね、月曜レギュラーってところ懐かしいですね今日は火曜日のスーパーさんですからね、まずくさん、これも来てます、おかえりなさい、ジャンビデちゃん、こんばんは、ビデじゃないよかったですね、生で言えてよかった、はい、ビデじゃない、フェイスブックのコメント欄じゃなくて声出して言えてよかった、よかったです、ありがとうございます、皆さんコメントじゃん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 お待ちしております、はい、セプターさんも来てます、まあ、ただいま、なぜビデちゃんが、おかえりなさい、なぜでしょう、ユーゴン、ユーゴンがちょっとあのいないんで、いないんで、はい、ビニール見つかんなかった、はい、衣装がね、衣装がね、衣装がなかったか、衣装探してるです、あのビニール、じゃあ早速スポンサーさんのご紹介から参りましょうね、はいはい、へえ、早速いきましょう、どうぞ、佐藤新聞穂様、いつもよりも長めに、いつもありがとうございます、はい、そして、ありがとうございます、高萩カントリークラブ様、こちらこそいつもありがとうございます、こちらこそって何こちらこそ筑波中央法律事務所様、はい、いつもありがとうございます、ありがとうございます、そして株式会社染谷様、はい、生活支援部様でございます、ありがとうございます、はい、ありがとうしくございます、はい、そしてそして旬の台所レンコン屋様、はい、旬の台所シャンシャンタツ様、はい、うまみどころ新月様、うん、株式会社山陽ホーム様、はい、南部コーヒー様の提供でお届けいたします、昨日南部コーヒーさん出てくださって、ブログもねすでに更新していて、あのね、ミワッチのあのダーツの旅がすごいクローズアップして紹介されてました、お楽しみ、はい、そしてね、次回の牛久林作戦10月11日牛久沼でね開催しますので、皆さんぜひお越しください、うん、ということで続いてのコーナー、牛久でございます、おいおい、2015年9月の15日ここ茨城県牛久市で起こったニュースだけよ、だけよ、何でしょう、だけよ、お届けしていきたいと常日頃、ね、気持ちかい、考えています、はい、チャンミオです、はい、私牛久のニュースを読ませたら右に出るものは
おりません。左にはたくさん出るけどね。いけた、久々に。うざくていいな今日。最高決めたいぞ俺、はい、じゃあ早速コメント届いてるみたいな、はい、最初にコメントにしましょうかね。ね、あやかちゃんですね、はい、おかえりなさい。ただいまーちゃんみゆちゃん、サザエさんっぽい髪型だって。ちゃんみゆでございます。お魚くわえた長くなるのそれ、はい、それ長くなる、長くなる、はい、以上ということです。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、早速本日のね、はい、いろいろなラインナップがありますけれども、こまごましてますのでね、はい、まあ、そうですね、カッパが多いですね、カッパだけにね。本当ですな、うん、カッパ、カッパ私カッパでもありますから。カッパといえば、はい、カッパといえば私ビデ、ビデじゃない、はい、以上、行きましょう、一人突っ込み。はい、うんうん、普通にまずはね、気になるところからいきます、ね、献血かな、はい、うん、ね、ごめんなさい、献血にご協力くださいで、どうして常用新聞にしたのかが、うん、ごめんなさいね、うん、これココウヒクです。あ、コウヒクさんなの、常用新聞じゃないです、ごめんなさい。あ、そうなんですか、私間違えました。コウヒクです。おいおい、献血にご協力ください、うん、おい、血液が不足しています。一人でも多くの皆さんのご協力をお願いします、うん、はい、たくさんの粗品を用意してお待ちしています、うん、10月の2日の金曜日、うん、午前9時30分から午後4時までお昼の時間帯も実施しています、うん、牛久市保健センター1階の問診室です。協力は牛久市の牛久茎崎ライオンズクラブ、うん、牛久茎崎ライオンズクラブアイリス支部さんが協力しているということで、うん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 、これね、私結構献血ちょくちょく行くんですけれども、うん、はいはいはい、私が初めてやった時の献血は、うん、そんなに粗品たくさんじゃなかったんですけど、でもこの間やった献血は、うん、粗品すごくて、うん、本当に豪華でした。そうなの、うん、献血って、うん、ジュースとかしかもらえないっていうイメージだけど、ジュース、ティッシュ、うんうん、あと、うん、忘れたけど聞きてなんかジュースの他にもいろいろとね、うん、あったんですよね。あった、いろいろとその他あったんですね、うん、鉛筆とか、あー、ボールペンみたいなのあったかな、うん、なんかありそうな気がするね、ちょっと忘れましたね、でも、うん、なんかすごいいっぱいあったから、うん、もう何も覚えてないんですけど、そういうことですね、うん、ぜひ皆さんもですね、うんうんうん、献血してください。400ミリか200ミリかなんですけどね、体重が50キロ超えると400ミリ、うん、ほうほうほう、それに関しては200ミリだそうです。そうなんですね、ぜひぜひ皆さんも、ね、献血協力してください、よろしくお願いします。お願いします。やったことはないですか。僕ね、ないんです献血なんで言ったら、信じられないっていう表情をしているね。信じられないっていう顔だね。世の中の血を分けてあげないと。そうですね、はい、確かに、うん、献血1回ぐらいしたことあるよ、まあ、でも大人になってからはない。大人でじゃないとできないんできないんだっけ、だっけ、うん、かな、高校の時ぐらいかな、うん、は1回やってるけど、うんうん、そうですね、物心ついてからやってないです。じゃあ16歳じゃ物心ついてまだ、あ、20歳過ぎてからようやく物心僕ついてきたので、はい、でもぜひ皆さんにはね、献血していただきたいと思います、はい、私も結構献血好きなので、んそう、なんか、うん、新年早々香取神宮に行って、うん、で献血の車があって、うん、献血したいなと思ったんだけど、うんうんうん、あまりにも2時間ぐらい待つって言われたからやめたんですけど、30分だったら絶対にやってたんだ、あ、うん、ぐらい献血好きなんです、ね、はい、今献血好きです。です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 、なので皆さんもぜひ献血してください、うん、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、コメントは大丈夫です、はい、次、うん、次ね、どっち、どれ行こうかな、この牛久警察署より連絡がありましたって何でしょう。はい、早速ご紹介しましょう、はい、牛久警察より署より連絡がありましたのは、うん、はいはい、これね、カッパメールなんですけども、うん、牛久小学校の保護者の皆様への、はい、カッパメールだったんですね。これ他の学校にもゆくゆく届くのかなと思いますけれども、うんうん、何でしょう。携帯電話に支払い未納の代行サービスをよそろって、うん、怪しいサイトのページにアクセスさせる迷惑メールが届く事案がありました、はいはいはい、個人情報の流出につながりますので、うん、不用意にアクセスしないようにご注意ください、うん、迷惑メールでお困りの際は警察や携帯電話会社などの相談機関にご相談くださいということでした。ご確認よろしくお願いしますというわけで、まあ、携帯電話によくさ、うんうんうん、迷惑メール来ますけど、うん、はいはいはい、なんか怪しいサイトにねアクセスさせて、うん、そんで迷惑メールが来ちゃったっていうのが実際にあったんでしょうね、はいはいはい、なので皆さんも気をつけて、うん、気をつけてくださいね、こういうのメールアドレスも抜かれる可能性とかもありますんでね、うん、結構 Facebook とかでもあるんだよね、
いい、何々占い系あるじゃん、うん、あそこら辺もそういう場合もあるから、うん、私結構気をつけた方がいいよ。結構よく、うん、あなたはあ、そう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 、何々とかあるじゃん、そうみんなやってるけど、あれ意外にそういう場合もあるみたいなんで気をつけた方がいいです。これは本当の情報です。いい、うん、やたらめったら、そう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 、シェアはしないけど、うんうんうん、こっそりやってるんだけど、うん、一応やってんだこっそり。いや結構だから、自分試しでね。いやだってみんなに見せるような内容でもないことあるじゃない、うん、あるあるある。だからでもなんか、うん、結構そういうの気になるから結構やってほーっと思って。気をつけてくださいね。あ、じゃあちょっと気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。いっぱいお友達もいることですしね、気をつけてくださいね。そうですね、そうですそうです、うん、そうなんです。でもなんか怪しい人に怪しい、なんか変な商品に勝手にタグ付けられたりとかすることあるもんね。 ある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 。なんかメガネとかさ、そう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 、一回いいねとかも押しちゃうとそこからもうなっちゃうから気をつけた方がいいですよ、こういうのは本当に。ということでございます。はい、ありがとうございます。次も決めてんだ、うん、ね、エコフェスタ、うん、第8回牛久未来エコフェスタということで、うん、こちらもね、ごめんなさい、献血と同じく広報牛久さんからですね、はいはいはい、9月15日号です、うん、いよ。第8回牛久未来エコフェスタが10月の18日の日曜日、うん、午前10時から午後3時まで開催されます、うん、場所は牛久運動公園でございます。いちなみにね、うん、体験型のエコブースとかね、ステージはなんと仮面ライダーゴーストのショー、すごくね、子供たちによるダンスのショー、うん、仮面ライダーゴーストっていうのは最近のかな、多分今度始まる、今度始まる、まだ始まってないの、まだ始まってない、これから始まるやつがもうすぐ来るんだですって。すごいですね。そうだ、あとはね、うん、学校給食ゼロミッションの発表とか、うん、牛久一中、あの金賞を取った牛久一中の混声合唱団とかね、うんうん、あとなんと、うん、牛久市公式、うん、キャラクター、はいはいはい、何でしょう、はい、ラーシュが、うん、初お目見え、お目見えってどういうこと、うん、この時にですね、うん、まあ、ラーシュが怪人なんですけども、はいはい、怪人ですよね、今ちょっとパペットの怪人なんですよね、うん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 、でもちゃんとしたサイズの怪人に、うん、リアルなやつが来るってことですか、リアルなラーシュが初お目見え、うん、マジででっかいってんですよ、でっかい、すごい大きい手、大仏さんが多分やらないといけないんじゃないかなって感じの、はいはいはい、らしく初お目見えです。そうそうです、ちょっと楽しみですね、楽しみですね、そうなんだ、期待しててください。ちなみにこの日は私もお邪魔します。あ、います、ここに、はい、はい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 、らしくのお姉さんですからね、どうぞいらしてください。ぜひお越しください、楽しみ楽しみ、うん、でね、来るときは、うん、皆さんね、来場の際お箸、買い物袋、あと不要になったペットボトルの蓋ご持参ください、おい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 、エコフェスタなんだかんだ言って毎年行ってるからね僕、うん、去年だけじゃないの、去年じゃないよ、その前も行ってるよ、おとつし、うんうん、もう行ってる、なんで音響手伝ったりもしてたよ、実はおとつし、おととしかその前か、結構行ってんの、エコフェスタは、そうなんですよ、だそうです、去年はね、かずちゃん一生懸命チャリンコ漕いでたからね節電のあそうそうそう、流しましたけどチャリンコ、ちょっと面白い映像、面白い映像撮れましたので、はい、そういうのも楽しかったんでね、ぜひぜひ皆さんお子さんと行くのもいいと思います、ぜひぜひ、うん、お家の方と一緒に、うん、お家の方っていうかお子さんと一緒に、ね、来てください、うん、はい、楽しいと思いますよ、うん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 、あとははいはい、次ね、うん、どうしようかな、カッパメール、うん、行方不明の方でいいですかね、行方不明の方で、ね、今日、まあ、防災無線で、うん、はいはい、午後4時ごろ、うん、上柏田にお住まいの82歳の女性が行方不明になっていますという、ね、はいはい、放送が入っていたと思います、うん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 、ですが、うん、無事に保護されました、よかったです、皆さんご協力ありがとうございましたということでね、うん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 、6時21分に発信されましたね、うん、はい、まあ、でも先日も行方不明の方の、ね、うんうんうん、連絡がありまして、なんかしばらく最近聞いてなかったような気がしたんですけど、またちょっとあったかなというような気がしますね、もしそういう方がいたら、うん、早めに皆さんも連絡しましょう、ね、そうです、みんなでね、うん、そうって思ったらね、気になることはね、そう見てあげてください、そうです、そうです、よろしくお願いいたします、お願いいたします、今日全部いけちゃいそうですね、いけちゃうね、はい、全部いきましょう、うん、なら次がカッパメールの
どれだ、悪質商法に注意と、はいはい、うん、ラスト1個、はいよ、ね、これはね昨日、うん、おいよ、牛久市内の複数のご家庭で、うん、男が水道局員を、うん、水道局員をなんて読むの、これ予想ってじゃないのかな、予想ってかな、訪問し騙すみたいな感じ、そうそうそう、予想って、予想ってでいいのこれ、予想って訪問し久々に出たよこの漢字が分かんない2人コーナー出た懐かしいけど、家に上がりか、うん、込んだ末、うん、高額な浄水器を売りつけようとする悪質な訪問販売事案が発生しています。特定商取引に関する法律では、うん、業者が、訪問時に氏名を明示することや、うん、虚偽の内容を告知してはならないことを想定しています、うん、住民の皆さんは、うん、訪問販売に対応する際には必ず身分確認をし、うん、安易に自宅にあげないよう注意してください、うん、そうです、そうです、不審な訪問者が来た際には110番または牛久警察署02987101110に通報してください。お願いします。そういうことは悪質なのは悪質ですからね、語ってですって、あ、語って、はい、男が水道局員を語って訪問したの、語って予想ったじゃない、予想ってじゃないんだね、語るんだね、牛久の場合水道局って言ったら嘘だからね、水道局は嘘、牛久の場合なぜですか、県南水道企業団でございます、県南企業水道団、県南企業水道団、県南水道企業団、県南企水道企業団、しっかり伝えてください、県南企業水道団県南企業水道団、違う、県南水道企業団、県南水道企業団、県南水道企業団が牛久だと正しい、そうです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、県南水道企業団、県南水道企業団、県南水道企業団、覚えた、はい、よしよしよし、覚えた、だからそのままできたらいいんじゃない、あ、そういうことなんですね、県南水道企業団で来ないと水道ダメです、はい、まあまあそれで言ってもね、うん、正しくないんです、はい、うん、でもそうですね、くわ聞いてみりゃいいんですね、そこら辺の、 あなたは一体どこから来たんですかって言った時に、うん、水道局ですって言ったら、あ、あるか、そうですね、そういうことです、そういうことです、そういうことですね、わかりやすいそれ、うん、です、はい、コメント来てます、ね、県南水道企業団タカちゃん、はい、タカちゃんまた悪質商法か、本当にけしからんって怒ってます、けしからんですね、でまたタカちゃん、うん、今年もエコフェスタ出展予定で、あ、出るのね、折り紙、折り紙思い出すな去年まあ忘れよう、うん、あ、私いつじゃのね、うん、多分エコフェスタでタカちゃんに会ってね、うん、写真撮ってあげた記憶がある、それが出会いじゃないかな、あ、なら去年じゃないね、一昨年じゃないかな、そう、そうか、そう、去年は作ってたもん、チャンミオの顔、うん、そうだ、あ、そうだ、そうそうそう、もうちょっと上手なの作ってって言ったいや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 、タカちゃん上手だからね、はい、ダメです、でタカちゃんがさっき防災無線で流れてたの聞いたけど、うん、無事でよかったってね、本当ですね、でかやさんがおばんでチャンミオ、おや、これはひでちゃん、そうです、ひでがやっております、そう、スーパーサブです、あ、かやさんが茨城県、茨城県南水道企業団だよってくれてます、茨城県南企業水道団どうしたどうした、え、違うよ、茨城県南、え、茨城県南、うん、水道、水道企業団、そう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 、企業団が最後、わかったわかった、何回、さっき、さっきまでの何回、茨城県南水道企業団、そう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 、茨城県南の水道が企業団になってるんだね、そう、そういうこと、そういう覚え方の方がいいかもしれないね、水道が企業みたいになってるなもうどういう頭の中になっちゃってるんですか水道が企業みたいな、まあそういう覚え方もありだね、はい、ありだね、県南企業水道団です、はい、ありがとうございます、かやさん、何が、もう、なんかさっきの、さっきの誤解練習した時間返せよ茨城県南水道企業団、そう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 、以上、ありがとうございます、何のコーナーこれ、ちゃんみを覚えようのコーナーこれ、覚えようのコーナーでした、はい、ありがとうございます、ということで、はいはい、牛にもろもろお届けしました、続いては牛久市観光協会情報でございます、はいはい、まずは一つ目こちらから、何でしょう、ポケット版牛久市観光ガイドブックが完成しました、ほう、水と緑と潤いにあふれた牛久市の魅力を隅々まで紹介している
平成27年28年版の牛久市観光ガイドブック、うん、牛久日和のポケット版牛久市観光ガイドブックが完成しました。おお、ありがとうございます。ポケット版のガイドブックが完成したのね。そうです。なので皆さんもぜひ手に取ってね、うん、チェックしていただきたいと思います。以上、続いて、はいはい、平成27年全気分ハートフルクーポン券、うん、販売中、大好評で発売中のハートフルクーポン券、うん、ね、利用期限が9月の30日までとなっておりますので、うん、皆さんお早めに使い切ってください。そうですな、使い切らないと。もうあと半分ですから、9月も。そうだね、15日使い切ってください、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、続いて、はい、よ、キャンティークラシックを牛久で楽しもうということで、うん、牛久の友好都市グレーベイキャンティー市の名産のワイン、はいはい、キャンティークラシックが牛久市内で飲んだり買えたりできるようになっております。はいはい、お店はこちらの4店舗です。はい、池延さん、天満屋酒店さん、うん、玉の酒店さん、南部コーヒー、こちらの4店舗すべ、うん、てハートフルクーポン券使えます。です。はい、なので9月30日までにいいっす、ね、ぜひお買い求めいただきたいと思いますが、キャンディークラシコの、ね、種類お店によって違うそうなので、ぜひお店にお電話をしてですね、お確かめの上、お買い求めいただいたら良いのではないでしょうか。続いて、うん、飲めるお店です。はい、八七さん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、陣さん、新月さん、フェリスタスさん、春菜屋さん、インクさん、山水閣さん、楽さん、カサレスさん、誠屋さん、我が家さんと、はいはい、というわけで、まあ、こんなにたくさんのお店でね、ね、キャンティークラシコ飲めますので、うん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 、ちなみに今日はうカラオケインクさんですので、そうですな、キャンティークラシコが飲めます。ございます。飲んじゃう、ま、だ飲んじゃう。これこちらサンヤココでございます。ちなみにね、うん、インクさんはね、生ハムのセットみたいなのがおすすめだったんですよ。ざっくりだな。ざっくりだな。生ハムのセットみたいなの。いや、違う違う、間違えた。生ハムがおすすめで、うん、その生ハムはカズちゃんがいつも仕入れてくる、うん、その時々の、うん、気分で。気分で。なんか言い方ないの、なんか、まあいいや、フィーリングみたいなね、このニュアンスでね、この生ハムがいいと思って決めてるんです、うん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 、なので、いつも美味しい生ハムといつも美味しいキャンティークラシコが、うん、カラオケインクでもいただける、はい、召し上がれま す, いいす。ぜひよろしくお願いします。お願いします。今日はあの、うん、ね、あの楽しみながら楽しみながら楽しみながらって放送ができるかな。楽しみながら放送が開けちゃダメ、開けちゃダメ、持ってちゃダメ、持ってちゃダメ、持ってちゃダメ、それは俺がダメ、ダメ持ってくから俺が、はい、しっかり持ってくから、はい、お願いします。で、続いてですね、はいはい、もう忘れました、どこまでやったか、次のところ牛久市情報ですね。そうです、そうですよ、じゃじゃん、はい、あいよ、素敵な出会い、ふれあいバスツアーというわけで、うんうん、なんか素敵な感じですけど、9月の30日が締め切りだそうですよ、うん、牛久市ネットワーカー連絡協議会では、うん、一般社団法人茨城出会いサポートセンターの講演により、うん、ふれあいバスツアーを実施します、うん、素敵な出会いを探してみませんかというわけで、ね、10月24日の土曜日、うん、午前10時から3時30分までで、うん、バスツアーするんだって、うんうんうん、牛久大仏山市味噌牛久自然観察の森が予定だそうでございます、うんうんうん、でね、ラテラス・ドゥ・オエノンでも食事が楽しめる、うんうんうん、30代40代の男性女性、うん、独身者、うん、で男女各35人ずつだそうです、うん、定員を超えた場合は抽選となります。70人で行くんですね、すごいですね。ちなみに男性は5000円、女性が3000円です、うん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 、で10月の20日嘘22日の木曜日からキャンセル料が全額発生してしまいますので注意してください。9月の30日、うん、ハートフルクーポン券と同じ日が締め切りでございます。申し込みフォームにご記入の上送信してください、うん、ということでしたので、よろしくお願いいたします。はい、続いて、繰り返しになります、ハートフルクーポン券好評発売中、はいはい、うん、10% お得なハートフルクーポン券は市役所、うん、泉谷など13店舗で発売中です、使用期限がありますので、うん、お早めの購入とご利用をお願いいたしますということでした。はい、続いてです、はいはい、じゃん、 S カード牛久、うん、公共施設臨時休業ということで、まあ、私たちね今日ここで放送してますけれども、今日もね、うん、7時まで泉谷開いてたんですけどね、うんうんうん、泉谷の牛久店休業に伴いまして、市役所 S カード出張所、図書カウンターおよび S カード商工学習センターが臨時休業となります、うん、明日臨時休業ですので皆さんご注意ください、うん、
で図書の返却が1階北側入り口の返却ポストを利用してください、うん、ということでございました。というわけで明日もですねカラオケインクからお届けします。お届けします。ございます。よろしくお願いします。ということで、はい、以上牛串情報をお届けいたしました。おいおい、続いては明日の気になるお天気牛視点です。おかえりなさい。キュー太郎でーす。イエーイ。何そのテンション。キュー太郎もね、今日ね、ハローキンクに出張だよ。エスカートから出てきた。そう、エスカートの時計のところにしかいないらしいのに、今日は出てきたから、嬉しいみたいな。今日はね、そう。なんか、ピクニアの人にね、ハローキンク行ってきますって言って、出てきたよ、ちゃんと。あ、ちゃんと挨拶してきたね。はい。偉いですね。はい、それでは、ね、誰も失敗しないと思う。いや、失敗するよ。ユズニアのアイドルだもん、僕。なんだろうな、もう入りにくいな、会話に。入りにくいから先行って。はい。うん。では、明日9月16日のお天気、お伝えします。はい。明日、一日中、曇りです。うん。どんよりどんよりどんより嬉しそうな通りよ。まあカッパだからね。カッパだからね、うん。曇ってるぐらいがちょうどいいよね。曇ってるぐらいがちょうどいい。同じことしか言ってませんけどね。リピート、リピートですね。うん、だよね、うん。ちなみにね、明日最低気温が18度、うん、最高気温24度です。おお、どうなのこれは。ちょっとね、今日より、あ、ちょっとだけ暑いかな。暑い。今日よりちょっとぐらい暑いかな。ちょっと同じぐらいか。うんうんうん。まあ、ずっと。同じような天気でございます。ございます。キャラがキャラがなんか今日ブレてるぞ。てる、ね、俺のせいか、ごめんよ。ごめんよ、ね、カッパが2匹いるとね、大変だよ。そっか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 、いや、カッパは一匹でいいからね、うん、それでね、今日ね、うん、火星人がね、来れないから、うん、あのコーナー、キュー太郎バージョンでお送りいたします。おそれでは続いてのコーナー、キュー太郎のルシッパー。どうすか、キセの里情報どうすか、キセの里情報でございます。どっち、キセの里情報ですね。はい、今日、うん、里の富士と対戦いたしまして、うん、なんと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 、うん、寄り切りで3連勝でございます。おお、やったやった、素晴らしい。素晴らしいよ。ね、うん、ちなみにね、うん、今日ね、白鵬、うん、負けまして、うん、おまた負けたの3連敗でございます。そうなんだ。そう、ちなみにね、うん、今ね、3連勝してるの、うん、キセノサト以外ね、うん、妙義龍、うん、テルノフジ、テルちゃんね、そう、テルちゃんと土地王山の4人でございます、うん、頑張ってるですね。頑張ってるよ、これ、今場所優勝ありえるよ、このキセノサト。あり得るね。そう。ね、うん、そしてね、今日ね、佐田の富士、新入幕したときに、地元のスーパーで、うん、サタちゃんパンってね、販売 してくれたらしいよ。サタちゃんパン？そうそう、佐田の富士だから。ああ。で、勝った翌日は、うん、ファンが笑顔になって、うん、値段120円が98円に値下げっていうね。でも泉谷はさ、キセノサト買ってた半額だ、うん、そう、半額だから、サタちゃんパンよりもすごい、サタちゃんパンよりすごい、半額だからね。ちなみにね、うん、明日、泉谷、うん、棚卸しで休業のため、うん、特売が残念だよ。あ、そっか、それ残念だね。買ったけどちょっと残念なんだよね。そうだね、いや、もうこのまま無敗で毎日セールをね開いてもらえるように頑張って応援しましょう。応援しましょう。オッケー、応援していきましょう。うん。明日の相手が、うん、葵山。葵山？そう、うん。ブルガリア出身のね。お、外国人ですし。そうなんだ。はい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 。ちょっとね、うん、ちょっとね、すごいのが、うん、ブルガリアにいた時は。うん、卵の白身70個分を食して、うん、体作りをしてたみたい。それさ、多分失敗してるな、体作り。しかもそれはすごいのが、うん、前菜でチーズを毎日1キロ食べてたんだって、お相撲さんなのに。
それやりすぎだよね。だよね。野菜とかってこと？もう野菜の代わりにチーズ、うん、チーズを1キロだから、ね、チーズ1キロだよ。そうか、やりすぎだね。じゃあやりすぎだねそれ、うん、サラミが大好物で、うん、ブルガリアのお母さんが作ったのを今でも日本に送ってもらってるんだって、うん、そうか、そうすげえ。でもよあ食べ過ぎはね、まあ、いいのかな。すごいね、うん、大食いな相手ですが、そうですな、まあ稀勢の里今ガンガン来てるんで明日も、うん、そうだね、はい、うん、頑張って4連勝になることを祈っておよ、みんなで応援していきましょう。次ましょう、次ましょう。それでは明日もウキウキハッピーに過ごしていきましょう。ウキウキバイキュー、バイキュー。いや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 、ラーシクめっちゃ動いててさ今。キュウタロウ喋ったらラーシクめっちゃ動いてたからさ。そう、ラーシクはね、そう生きてるんですよ。そう、すげえ動くな、ラーシクって。ラーシク動いてるんですよ。まあでもね、うん、そうですよ、よかった、3連勝、めでたい。めでたいよね、うん、なんかこんなことは、最初の方はここ最近3連勝なんてうんないんじゃないのかな、うん、と思じゃないかな。なのでね、本当に嬉しい限りです。いや、本当そうです、そうなの。本当食べ過ぎとかでも良くないからね、健康食品だって。寺門ジモンさんいるでしょ、大将クラブの、うん、あの人ストイックで有名じゃん、筋トレとかさ、うん、真面目で有名じゃん、うん、健康になろうと思って青汁をね、すんげえ量飲んでたんだって、うん、入院したからね。青汁飲みすぎてだからダメですからね、やりすぎは。やりすぎはいけない。入院したらしいですから、青汁飲みすぎて、はい、気をつけます、うん、気をつけましょう、はい、ということで、はい、以上、はいはい、福祉情報もろもろお届けしました。おいおい、うん、続いてのコーナー行く前にコメント続いてます。コメント大丈夫ですね今のところ、はい、コメント待ってます。続いては、はいはい、次続いて何コーナーがね。そうだって今日ユーゴいないでしょ。ユーゴいないけど、うん、何やるの。コーナーがあります。ほう、何でしょう。カラオケに行くと言ったら、おこの方がいないとダメですよね。そうですね、せーの、何、ガチャでございます。イエーイ、おかえりなさーい。おかえりなさーい。ということで、はい、おかえりなさいじゃないですね、休み、ただいま、ただいま、おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい、ということですね、はい、はい、何でしょう。で、続いてはね、はい、何やるの、ね、うん、やっぱ数学が好きだっていうね、はい、あの視聴者さんのコメントがあって、あ、だ、私とひでちゃんはどう考えても数学はできないなというわけで、はい、突然できました企画。もう何でしょう。数学じゃないです、今日は算数です。もっともっと小学校4年生の問題です。何が、かちゃんの算数好き好き好きということで、はい、はい、じゃあ今回かずちゃんが、はい、なんとですね、その前に1分ぐらいよろしいですか。はい、さっきあの語ってと予想っていうの読み間違いあったじゃないですか。はい、すいません、はい、うん、調べました、うん、語って予想って、はい、上が語って下が予想ってなんですが、語っての方は、うん、うまいことを言って騙す、おーおーおー、予想っての方は、うん、あるものに見せかけるというので外見か言葉かの違いの方です。あ、予想っては要は格好ってこと。そう、ね、そうですね、そうですよね。じゃあちゃんみを語って、そうです、うん、ひでちゃんがうんじゃらかずちゃんを予想って、かずちゃんを予想、なんで俺が全部悪いことすることになってんの。そうそうそう、外見を変えないと予想ことはできないですね。そう、なるほどね、はい、はいはいはい、算数好き好きの方に行きます、はい、算数好き好き、さすが優等生は違いますね。なんでしょう、うん、うん、じゃあ小学校4年生の問題です。おいおい、すべての正方形の面積を求めよう。面積ってなんだっけ。大きさです。大きさ、広さですね。2がつくやつです。小さいね。そう。で、全部正方形なんです、この3つとも。はいはいはい、はいはい、うん。左から、うん。え、待って待って、全部25センチの正方形と3センチと8センチの正方形、うんうん、違う違う違う。ここが、この正方形とこの正方形とこの正方形が全部くっついてるんですね。うん、で、端っこから端っこまでが25センチ。真ん中の正方形が一番大きいんですけど、うん、なんか光って 見づらいね。じゃあ、うん、これはちゃんと私は解きますよ、はい、お、でここからここ逆か、こっからここまでが8センチ。そうなんです。逆側が3センチ、差が3センチ、ね、3センチ。へ、小学校4年生の問題なので、うん、X も何も使わないです。うん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 、引き算とかで OK ってことですよね、はい、引き算足し算。へえ、もう足す引くかける割るしか使わないですね。ちょっと待って、うん、でコメントが来てます。はい、太陽さんが、あ、カズ、あ、
おかちゃんだってなってる。かやさんコメント興奮したんでしょうね。かずちゃん出てきて、かちゃんだ、おかちゃんだってなってます。かちゃんだよ、かちゃんだよ。で、たかちゃんがかずちゃんお疲れーって来てます。お疲れー。さあみんなわかるかな、わかるかな。僕はねやる気がない。解こうともしない。25でしょ、8でしょ。あ、しかもでもそうだよね、正方形っていうとこがポイントなんですね。全部正方形なんです。そうですよね。まあ1個分かれば全部分かるんです。もちろんそうですよね。真ん中が分かれば一辺の長さがすぐ分かるので、うん、あ、どれでもそうですね。一番ちっちゃいのが分かっても、うん、一辺の長さに8センチを足せばいいので、うん、すると真ん中が分かる、うん、すると3センチいて一番、うんうん、左、一番右、左が分かる。やばい、眠くなってきた、はい、X も何にも使わないです。どうすんだっけ。 A とか B とか C とか使っちゃダメなの。全然使わないです。 A とか B とか C とか使わないで、そう、普通に数字だけで OK ってことでしょ。数字だけで OK なんです。数式を出るのは、はい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 、全部正方、正方形のルールというか定義って何でしょう。全部同じ長さです、うん、だけじゃないです、もう一個あります。90度です、はい、うん、内角が全部90度で4辺が同じ長さ、うん、うん、そうだよね。ということは、うん、いうことはギブアップ。キュー太郎ギブアップ出ました。全然意味わかんない。そんな頑張ってたのに今すごい期待してるんだけど答えを。どうやって出せばいいかもわからない。わかんない。だって25で8で3なんでしょ。でしょ、ここが3センチで、これが8センチでしょ、うん、だってこれしか分かんなかったらできないじゃん。全部25。わぁ、もう分かった。何が、さあ、解答です。事故ってるよ。分かんない。はい、解答こちらにご用意しました。分かった人いる。待って待って。あ、満足さんはね、読まないけど、はい、答え出てる。満足さん、これ答えですよね。はい、満足さん正解です。正解だそうです。で、待って。で、かやさんがスマートフォンからだと間違うのよ、ごめんねって、さっきの名前のやつ。ああ、いえいえ、大丈夫です、かっちゃんです。待って、大丈夫ですよ。だめだめ。そう、正方形は4辺の長さが全部同じなんです。一緒だよ。はい、うん、ですよ。でも一緒のところがないじゃん。あるじゃないですか。わからないの、自信のままに。ここ全部同じ長さなんですよね、うん、そう、同じ長さなんですよね、うん、そうです、同じ長さなんですよね、はい、これ3つ合わさったのが25センチなんですよね、うん、ほら、わかった。3つ合わさったのが25センチですよね、はい。じゃあ、1個書き直します。こことここ同じ長さって書いてあるじゃないですか、うん、こことここの同じ長さって書いてあるじゃないですか、うん、ここ、まあ同じ長さは当たり前なんですけど、うん、ということはここもここも同じ長さです、うん、ここも、うん、ね、ここも同じ長さです、ね、ほら出た。て何やってるの。何斜めに引いてるの。斜めじゃないですね。ここも同じ長さ、ここも同じ長さ。そうか。ということは分からない。え、分からない。こことここ見えてるかな。こことここの長さ同じなんです、うん、分からないしか言ってないよ。こことここの長さ同じなんです、うん、ということは、うん、ててここからここまでが25になるんです、うん、でしょ。ということは25と8と3を足したら36、うん、これ3分の長さが36なんです。うん、を3で割ると12するとここが12というのが分かります。おお、なあ、そう、144平方センチメートル、真ん中がそうですね。なのでこちらが回答でございます、うん、じゃん、まあ、ABC と勝手に作っちゃいました、うん、A が、まあ、さっき12センチと出たので12センチから8を引いて 4×4、うん、が16、うん、で B が
12×12 で144、うん、で C が12から3引いて9×9 で81、全部合わせて241センチ平方メートルです。なので公式も何も使わないんです。正方形って何ぞやというもんですね。これは4辺の長さが同じ。小学校4年生ですよ。小学校4年生の小学校4年生終わったもんそういうことじゃないよ小学校4年生の時ができたよきっと。そうできたんです。小学校4年生できたできたんです。できたのかな。大人になると X とは何やら公式とか使い始めるので、ああユーゴみたいなやつのせいだ、ね、ああいう人たちがそういう難しいこと教えるからユーゴのせいにされた。ピュアな私の頭が怪我された頭ぐる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 しちゃいますよね、うん。A とか B とか C とか使っちゃったもん。ですよね。でもそれでもできるんです、もちろん。それでもできるんだ。できるんです。X とか使って。で、X イコール12とかいうの出すことはできるんですけど、うんうんうん、そんなね、小学校4年生にそんなことはさせられないです。そうですね。正方形とは何ですよね、うん。4つの辺が同じ長さ、うん、内角が全て90度、うんうん、でございます。どうしよう。言われてても全然分かってない。うんって言ってるけど。満足さん素晴らしいですね。満足さん正解です、うん、おめでとうございます。満足さんさすが。満足さんだって絶対頭いいもん、うん、満足さん頭いいからしょうがないよ、うん、で、かじさんの、うん、算数好き好きでした。好き好きでした。好きになんないの。え、うん、ちょっとまだならなかったじゃあ逆に嫌いになりかかってますけど。わからない方は8時にカラオケンキに来てください。説明いたします。キャンティークラフトもあるから。ございます。生ハムもございます。生ハムも、あー食べたいな生ハム。お待ちしてまーすぜひぜひカラオケインクで数学皆さんで楽しんで。そうそう、みんなどうでしょうか。算数ね。算数、算数、はい、ぜひぜひお待ちしております。らしく分かったもんね。おお、そうなんだ。怪人すげー。分かんないよ。らしくらしく解いてるかもしれないよ、うん、らしくらしく通っているから当たってっか分かんないよ。241だけど250ぐらいじゃねいや、らしくだから、らしくだからね。そう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 。いやでも分かってるはず。分かってるかな。はい、で続いてのコーナーは、はいはい、次の続いてはゲストコーナー。 CM は行かなくていいの。行きます。一回 CM 行きましょう、はい、一回 CM です。はい、どうぞ。誰が出るかな。お帰りなさい。お帰りなさい。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お帰りなさいじゃなくてただいまって言うんですね。はい、よろしくございます。あの、はい、チャンミオ TV では、はい、あの地域を一つの大きな家族というのがテーマでして、ゲストさんには、うん、こちらのカメラに向かって自己紹介をしていただいてますので、はい、お願いします。今すぐにスタッフしてます原田秀明と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで本日はゲストさんがですね芋仙の原田秀明さんに登場していただいているとお話しスタッフしております。行きたいと思います、はい、ちょっとごめんなさい、テロップないんですけど、ね、はい扱いがなんかゲストっぽくないのはなんででしょうかね。いや、さっきまでのねゲストがカズちゃんになっちゃってね。そうですね。ちょっとすいません、地球直したいと思いますあ、コメントが来てます。何でしょう。かよさんがですね、数学バー流行るかってクエスチョンプラス。なんかそういうのでもあるでしょ。あるのかな、うん、そうなのかな、うん、はい、はい、すいません。いえいえ失礼いたしました、はい、
はい、今日はゲストがイモセンの原田秀明さんという、はい、フルネームで言うの僕、はい、初です。お話をお伺いしていきたいんですけれども、あのチャンメティービー地域は一つの大きな家族なんですけども、はい、原田さんって言ってると、やはりちょっとどちらかというとこう、はい、気持ちはいろいろとお話伺うにはちょっと壁を感じてしまいまして、そうですね、はい、私もうまく進行ができないんですよね、はい、で普段だったらあの2人で、はい、あのレギュラーと一緒にやってるんですけど、はい、今日はあの、ね、残念ながらあのちょっといないんですよ、レギュラーが。なのでちょっとゲストの原田さんと、はい、あの1対1となるとですね、そうですね、はい、ちょっとこういう敬語はあんまりふさわしくないのかなと思うので。確かにそうだと思います。ちょっとあの、はい、ニックネームを僕よくヒデって言われたりしてますけど、ヒデ、はい、ヒデちゃん、ヒデちゃんってなんか、はい、そうですね、ヒデちゃんが多いかもしれないですね。ビデちゃんの、ビデじゃないって言ってるのも多いかもしれないですけど、じゃビデちゃん、ビデかーい、ビデで結構です、はい、ビデちゃん、はい、と一緒にお届けしていきたいと思います、はい、じゃあこれで壁もちょっとなくなったかなと思って。そうですね、はい、そうです、気になりますよね。チャンメティビアの一番重要なのは血液型でございます。一番重要なの血液型なんですか？はい、一番重要なんですか？はい、必ずゲストさんに聞いてるんですけども、 あのビデちゃんはビデちゃんはですね、 A 型です。A 型なんですね。ビデちゃん A 型です、はい、結構 A 型に見られますか？結構 A 型に、見られる方が多いですかね。はあ、きっちりきっちりしてるような、そんなことはないんですけどね。そうですか、割かし大雑把の方だと思うんですけど、大型に近い A 型ですね。そうですね、よく言われる、はい、ちなみに私 B 型なんです。あ、そうなんですか、はい、B 型はやっぱあれですよね、まあ、ちょっとチャンミョさんらしいというか。そうですね、私らしいと思います。、はい、じゃあそんな B 型のビデちゃん、B 型じゃない、はい、A 型のビデちゃんとお届けしていきたいんですけど、はいはい、あとですね、聞いてるのが、うん、あのまあ、イモセンさんということで、はい、あの普段は多分きっとお料理関係のお仕事をされてるからのお料理関係、まあ、そうですね、そうお芋をあげております。そうですね、はい、だと思うんですけども、はい、あのやっぱりご趣味、ご趣味、はい、いやお料理関係のことが好きなのかなと思うんですけども、はい、ご趣味、ご趣味はですね、音楽を、あ、音楽、音楽をやっております。どんな音楽やってるんですか？音楽、あのこの今流れてる BGM あるじゃないですか、はい、そういうなんか似たような感じの曲僕作ってます、はい、流れこういう感じです。ずんちゃかずんちゃか、ずんちゃかとか歌もやりますし、はい、あの BGM とか番組の BGM とかも作ったりしてるんですよ。あ、そういったこともできるんですね。そういうこともやってたり、今を作りながら関わらず、はい、そういったこともご趣味で、そうです、ご趣味でやられてると。音楽大好きです。音楽が好きなイモセンのスタッフさん、あとなんか緑色になんか顔を塗って、はい、なんかこう甲羅みたいのを背負って、はい、たまになんかあのそこら辺歩いたりするのも趣味ですね。仮装がご趣味。そう、まあ、仮装っちゃ仮装なんですけど、まあ、カッパに憧れてるっていうとこもちょっとありまして、たまにだけに。そうですね、やっぱ。なるほどね、はい、なんかちょっと隣でそわそわしてる人がいましたけどね。そうです、まあ、あのさっきなんか急…カッパいいよ、ここに。まあ、負けない。うん、うん、そうそうそう、はあ、なるほど。じゃあ音楽がご趣味。そうですね。じゃあ、はい、あのあれですか、どちらかというと歌うこととかも。歌も好きですね。なんか楽器演奏して楽器、キーボードってやってますね、うん、あ、でも作ったりもするし、作ったりもする。じゃあもう何でもできる。何でも音楽関係も全部好きなんで、はあ、歌ったり鍵盤弾いたり、はあはあはあ、ラジオもねやってます、趣味で。趣味でラジオ。ラジオもね。どんなラジオやってるんですか？あのリンクアップレディオっていうラジオなんですけど、リンクアップレディオ、はい、自分で喋って、はい、で曲流したりとかやってますね、はい、先週は八代亜紀さん流しましたね。八代亜紀さんも出るんですか？では出ないんですけど、すごいラジオ曲で、曲で流しました。あら、どんな秋かっていう話が出まして、ううリスナーさんから八代亜紀を言いたくて、ね、はい、4分ぐらい流す、そういうラジオ番組やってます、はい、皆さんもぜひ聴いてください。、はい、よろしく。音楽がでも一番好きです、はいはい、じゃあそんな、はい、音楽がご趣味のビデちゃんですけれども、はいはい、あの牛久のおすすめスポットというのも聞いてます、はい、牛久、あー、うん、もうね、うんうん、もちろんイモセンもあれですよ、あ、自分のお店ですね、うん、お仕事している、はいはい、で2つあります、はい、2ついいですか？いいですよ。1つは、はい、インフィニティウェーブさんですね。僕がよく音楽やったりするところなんですけど、インフィニティウェーブ、ウェーブさん、はいはいはい、ピザもね、うん、出てましたね、うん、宣伝部さんが作ってピザの街にしようというマップに載ってましたけど、うんうん、シュリンプピザうまいっす、おいしいでございます、はい、と私はね、うん、私は何でしょう、サラダ好きなんですよ。眠くなるサラダ、昆布サラダですね、はい、あれ美味しいですよね。すごい美味しい、うまいです、うまいです、はい、あ、そこいいですね、ウェーブさん、スウェーブさんと、はい、さつまいさんですね。さつまいさん、さつまいものイモセンさんじゃなくて確かにさつまやさん、さつまやさん、うん、がお好きだと。さつまやさん最高ですよ、もつ煮、
もつ煮。もつ煮焼き鳥。焼き鳥。焼き鳥。居酒屋さんですね。居酒屋ですね。そうですね。さつまいさんは。そうです。本当にね、美味しくて、くつろげて、あったかいお店でございますね。そうです。雰囲気が何よりもね。昭和ですね。いいですね。おじちゃんとね、お母ちゃん。うん、最高ですよね。そう、突然、ほうとうとか作られてるんです。突然出てきますどうしたのっつって、うん、ね、お父さん元気に。そう。でね、みおちゃんこれ持ってっていいよって言って、シュークリームとかもらったりとかするんだね。お店の商品じゃないよ。そうですね。いただきます。そうですね。ちゃんといろいろもらい、女の子だから。もらいすぎですけどね。女の子特権があります。はい。ご利用していただきたい。そう、さつまい最高ですよ。はい。いや、本当に最高ですね。そうです、そうです。至る所にすごい面白い、こう、ものが敷き詰められているというか。うん。なんか。お手洗いに行っても面白いし。そうそうそう。カラオケの機会を見ても面白いし。面白いし。ぜひ。ぜひぜひ、なクーラーもね、年代物のやつ置いてあるみたいです。この前そこは見たことないです。そう、この前言われて、うん、クーラーすごい重くて持てないって言ってて、うん、昔のだからって、珍しいクーラーとか置いてあるんで持てない？うん、重いんだって。持つ普通の、そう、普通のクーラーと違うの。そう、なんでぜひぜひ、さつまいさん、レトロな雰囲気漂ってますので、お待ちしております。たまにお待ちしてはい、たまります。はい、というわけで、いよいビデちゃんだいぶもう、うん、緊張もほどけて、そう、なんでしょうね、初めて喋った気がしないですよね。ですね。いや、よかった、はい、このトークをするとゲストさん大概もうだからですかね、全てさらけ出していただけるので、そこから本題に変えたいと思います、うん、はい、まあ、芋仙、はい、芋仙、芋仙さんについてちょっとお話聞いていきたいんですけど、はい、芋仙っていう名前の由来はあれですか、小川芋仙とかけてるんですかなんか僕はもちろん店長じゃないのでね、わ、うん、かりませんけど、わ、はい、からないんですか。でも、いや、知ってます知ってます小川芋仙さんとは関係ないみたいです。あ、そう、たまたまとは言ってましたけど、そう、芋の仙っていう、芋に仙は店主のね、太閤さん、富岡さんの奥さんの名前、あともちろん千秋さん、千秋さん、あと娘さんのね、仙ちゃんのね、を取ってつけた名前みたいですよ、ね、私も常用新聞で、うん、あ、はい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 、見ました。出てましたね。出てました。あれ出てるって言ってたけど、うん、店主はあれ出ちゃってるって言ってたけど、うん、そうそうそう、常用新聞の前から知ってたんですけど、うん、でも上司も ね、素敵なね、記事でしたね、転職のやつですね、うん、そうですそうですそうです、そうです、うん、そう、まあ、変わった方が芋生産には多いとあれだって初めてですよね、やったのなんで変わった方って今なったんですか。今いや、なんかこう、うん、いろいろな経歴がある人がいるのかなっていうの、はい、そう、あ、そういうことですね。なんかこう、なんとなくイメージ、うん、いや、イメージ、イメージ出ちゃってます。なんかちょっとそういう、変わった転職の経験がある。あ、そうです。あ、そう、あ、そう、よくわかりましたね。そうなんですよね。ああ、まあ、音楽ね、まあ、昔、あ、趣味やってた、趣味だと言ってたんです、実は。あ、音楽本業にしてた時もありました。なんかあれです、ピアノの先生が何かですか。ピアノ、いや、ちょっとホトドクっていう音楽のユニットでですね、ああ、メジャーデビューしてたことがありまして、昔。ああ、そうなんです、そうなんです。大層な大層な、はい、ご経験が終わりで。そうです、そうです、そうです。平原彩香さんとかと同じ事務所に友達ですか、平原彩香さんとは。友達まで行かなかったですけど、でも仲良く喋ったことあります。チョリンスみたいな。チョリンスぐらいには、はい、なりましたね。え、じゃあちなみに、うん、今まで出たことがある番組、うん、これは自信あって自分すげーみたいなのってありますか。あ、その出たわけじゃないですけど、うん、たまたまこの今 BGM の流れてるやつが、うん、たまたまですね、たまたまですね、これ沖縄バージョンになってるんですけど、マイウェイ沖縄バージョンでいう今流れてるのがそれなんですが、うん、このマイウェイがウルルン滞在記のエンディングテーマに、うん、使われたというか使っていただいたことがあります。どうしてですかね。どうしてですかね。あれ、ホットドッグくん、ちょっとうちでウルルンやらない。うちでウルルンやらない。なんかもうよくわかんない、はいはい、業界人みたいな。ええー、まあ、それともなんかコンペみたいなので応募したんですか。で、多分もちろん多数ある中で選ばれたと思います。うん、そうです、そうです。ありがたいですけどね。え、まさかメジャーデビューすると思ってましたか。うん、僕は思ってました。お、メジャーデビューしたくて中学音楽の道に進んでたので。はい。エレクトーンの専門、エレクトーンのプロを目指してて、そこから違う音楽やろうっていうので、うん、はい、メジャーデビューの方を目指して。ほう、はい、やってきてて、なんでよしっていう
いけたっていう、就職決まったみたいな感じですかね。なるほどね。分かりやすく言うと就職決まった、決まった、ウルルン滞在期に就職決まった、そう決まってないけどねメジャーに決まった時はそうですけど、ウルルンの時は嬉しかったですよ。いやすごい経験が終わりな、そうですね、ことでね、まあ、そんなあの音楽をご趣味でやられたけども、うん、はいはい、実は音楽の道に進んでいた、はい、うん、ビレちゃんが今はビレちゃん、はい、ビレちゃん今はこう転職をしてそうですね、転職じゃない、まだやってるんですけど音楽もね、音楽もやってるんですけど、継続してるんですか、はいはいはい、音楽継続もしてます、音楽もやってますけど、日本柱で、日本柱で、日本柱ってそうです、まあ日本柱で、日本柱で何でも本気でやっちゃうんでね、北芋線、芋線そうの道もやりつつ音楽も未だにやっておりますよ、はい、そうです、そうです、未だに曲作ってますよ、あ、はい、すごい方だったんですね、実は、はい、あ、いや、そう、ありがとうございます、そんなビデちゃんが今日なんかお土産を、はい、そうです、そうです、持ってきてくれたということなんで、はいはいはい、はい、残りがね、お時間少なくなってしまったんですけども、大学芋、大学芋 と芋ようかん、お、芋ようかん、珍しい芋ようかん、これは6個、おう、生きているんですね、生きてます、はいはい、はい、おいよ、じゃ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 、はい、こんな感じ、芋ようかんです。ちなみに芋ようかんはこれ6つ入っておいくら万円なんですか。いただきます。500円になります。500万円です。バラで買うと1個100円なんですよ、うん、なので箱で買うと1個分安くなります。なんで、うん、そう、お得ですね。お得です。こっちで箱で買った方がやっぱいいと思います、うんうん、お土産にも渡しやすいですね。そうです、そうです。これもビリちゃんが作ってるんですか。これは違います。これはもうみんなの力で作っております。はい、みんなの力で作ってるそうです。もうよかった。そうです、そうです。ビリちゃんは何を作ってるんですか。僕は基本的にこう揚げ物を担当して、うん、芋せん、この大学芋だったり、うん、芋けんぴとかを、うん、こう、あ、芋せんの大学芋って揚げられてるんですか。揚げてますよ。うん、うん、そうです。では揚げ場にいます。なので、うん、やっております。あの、カッポギを着てる人がいるのをたまに見かけるような。そうです、カッポギ着てるのはそれは僕ですね。カッポギ着てるのあの店でなんか僕しかいないんで、うん、うん、僕です。なんか例えてるの見たことないんですけどカッポギの姿はなんかそれはどういうことですかね。働いてることを見てる、うん、写真で何回か思い出してるんですけど、はい、うん、カッポギ着てるのは僕ですから、うん、カッポギにバンダナでやって、バンダナで、はい、やってますよ。うん、そう、おいしい。ありがとうございます。うん、うん、なんかおいしい久々に食べた久々に食べた、うん、そう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 、おいしいですから、うん、芋ようかんもね、うん、そう、芋ようかんにもう人気あります。なんかあの船に和むって書いて、うん、船は船、何に和む、船に和むって書いて、ようかん、芋ようかん、あの、よくお土産である、うん、あ、有名なの、有名かどうかは知らないんだけど、うんうんうん、多分芋せんの方が有名だと思うんだけど、ありがとうございます。その芋ようかんって、うん、もうなんていうの、うん、硬い、あー、わかる、うん、はいはいはい、こう硬くなって、こう切るような感じでしょ、うん、うん、全然違いますよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです、芋せんはね、そう、この形で芋ようかんっていう感じがしない芋ようかん、うん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 、でもようかん、言いたいことは、ようかんで、ようかんですよ、うん、うん、そう、ほらほら、お芋のね、味がね、しっかりする芋ようかんになってます。はい、ぜひぜひぜひ箱で買うと1個お得、そう、お得なんで、はい、ぜひぜひね、あと、これからあとね、大学芋なんですけど、うん、今は紅あずまっていうお芋1種類なんですよ、夏場はなくなってたので、で、紅光景っていうのが9月末から10月の上旬ぐらいにかけて開け方下手くそかそう、が出るので、うん、ぜひぜひね、食べていただきたい。紅光景はね、あんま市場に回らないお芋なので、なんで、市場で、あのね、難しいらしいみたい、普通に言っても水分が多いから、その調理するのも結構大変なので、うん、市場に出しても使いにくいお芋らしい。そうそうそう、ということで、まああっという間にね、うん、お時間になってしまったんですけども、はい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 、うん、じゃあお店の人に雑
っていうなんか裏の声が今入りましたね。提供さんをね最後にご紹介してはい、はい、コメントをね確認して店じまいにしたいと思いますので、はい、早速ご覧いただきたいと思います。よっこらしょ。佐藤新聞穂様、はい、高萩カントリークラブ様、はい、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、はい、旬の台所レンコン屋様、はい、旬の台所シャンシャンタツ様、はい、うまみどころ新月様、はい、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたしました。ということで、はい、あっという間にお時間になりました。今店主から電話がかかってきました。はい、何でしょう、はい、出ていいのか。もしもし、今出演中でございますけども、太鼓さん、もしもし、もしもし、おいしい、切れました。放送中だったっていうことに気づいたんでしょうか、店主太鼓さん。はい、そういう楽しくやってるのが今さらでございます。よろしくお願いします。あの店主の太鼓さん、うん、私に電話かかってくるけど結構番組放送中。そうなんです太鼓、それ今多分出れないよ、電話放送やってんじゃんっつって。分かってかけてんの。違う違う、あた、はい、またかかってきてますから。分かってないのかな、はい、もしもし、はい、今あれですよ、放送中ですよ太鼓さんごめんなさいと謝っております。いやいやいや、芋せん原田秀明で塩出てますので、はい、いや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 、芋羊羹と、うん、うん、いやいや、はい、今電話がですね、芋せんの太鼓さんでございます。はい、はい、電話ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい、はい、はい、よろしくというよろしくということでございました。番組見てね、はい、そうです、わざわざ入ってくれるなんて すごいね。入りがたい男です、うん、うちの太鼓さんは。チャンメ TV を見たで、あれ明日何割引きでした。その権力は僕にはございませんのでそこの方はちょっとだから今店主の方その話だったんで、ね、そこはねちょっと違うみたいですけど、チャンメ TV を見たら明日いいことがあると思う。いいことあります、絶対あるかな、あるかな、はい、はい、ということで、はいはい、コメントは大丈夫ですか。あ、コメントはですね、ね、満足さんがね、牛食うみたいな展開、美味しそうって、美味しいっす。満足さんもね、この前来てくれましたね、はい、うん。で、かやさん、あ、書いてあるこれね、船輪の芋ようかんねって書いてあります、はい、ぜひぜひね、かやさん、芋せんの芋ようかんも食べてみてくださいね、よろしくお願いします。はい、うん、うんじゃない、任せっきりか原田秀明ですから、うん、初めて出てドキドキしてるんですか。リレーじゃん、はい、リレーです。いやでも今日も本当に皆さんね、はい、多くのコメントいただきましてね、うん、よかったですね。そしておいしいお土産もたくさんいただきました。はい、明日芋せんはきっとねお得になるでしょう。本当に今日ビリちゃんありがとうございます。もそ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 してんだけどな。そして皆さんも見てくださって、はい、コメントくださって、はい、スタジオに遊びに来なくってありがとうしくてございます。今日は、はい、今日はね、あと明日もだよね、うん、はい、明日もね、明日もごめんなさい、スタジオ来れないです、はい、はい、ということで皆さんおやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうしく、バイバイ。見てね。